今夏の東京都議選、定数127、をめぐり、小池百合子都知事と民進党が、選挙協力についての協議入りに合意していたことが分かった。複数の民進党関係者が明らかにした。全42選挙区での候補者調整を目指しているが、双方とも譲れない選挙区もあり、協議は曲折も予想される。小池氏と民進党関係者が昨年末に会談し、協議入りで合意した。民進党の馬淵澄夫、選挙対策委員長が、小池氏側と具体的な調整を進めると見られる。両者の選挙協力は、定数の少ない選挙区では候補者の一本化を図り、定数の多い選挙区では擁立する候補者数を抑えて、両者が推し候補の共倒れを防ぐことを想定している。民進党はすでに36人の公認候補予定者を決定したが、千代田、中央、豊島の各区などは空白区のままで、一部では候補者擁立見送りも検討している。